B-28RE 核爆弾 B-28 はアメリカ合衆国が開発した核爆弾。弾頭部は W-28 核弾頭として巡航ミサイル及び空対地ミサイルにも用いられた。航空機等載古型核爆弾としてロスアラモス国立研究所で開発が進められた熱核弾頭であり、1958年より生産が開始された。 B28 爆弾は先端及び後尾の形状の組み合わせにより、以下の5種類の航空爆弾に分けられる。これらのタイプにより、直径、長さなどが異なっている。核出力はサブタイプにより異なり、70キロトン、350キロトン、1.1マウント、1.45マウントであった。フルヒューズオプションであり、新幹は、触発、空中爆発、 遅延、レーダー運動化用遅延が用意された。アメリカ空軍及びアメリカ海軍の爆撃機及び戦闘爆撃機のほとんどに搭載できた。各兵器共有計画に従い、アメリカ軍の管理下で NATO 軍機も B-28 の運用が可能であった。W-28 はアメリカ空軍のメイス巡航ミサイル及びハウンドドッグ空対地ミサイル向けのものである。メイス向けは1発が生産され。 1970年まで運用された。ハウンドドッグ向けは900発が生産され、1976年まで配備されている。B28 は B-52 爆撃機に搭載され、運用されていたが、実弾頭搭載機の墜落事故により、放射線被害を引き起こしている。ありがとうございます。